この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。ああ、右手にいるリスみたいな。